SF 映画やゲームの世界ではハードサイエンスの観点から見たデタラメなものを好きなだけ作り出すことができます。けれどもさすがに宇宙服を着用せず宇宙空間に出て行ったりはしません。生身で宇宙空間へ、それが確実な死を意味することは共通の認識です。けれども本当にそうでしょうか。このピンチを生き延びる可能性は少しもないのでしょうか。皆さんこんにちは。ここはトップランキング、気楽にお楽しみください。たまたま宇宙空間に放り出されてしまった時に死や重篤な障害のリスクを最低限にする方法、それが今回のテーマです。始まります。破裂する。生身で宇宙空間にいる人に何が起こっているかについてはいくつか誤解があります。一つ目に一番多い誤解は人体が凍りつくというものです。二つ目、同じぐらい多くの人が人体は破裂すると思っています。実際にはそれほど単純ではありません。人間の体は意外と丈夫なのです。血の火花が散ったりパンと弾けたりはしません。スプラッター好きの皆様、ごめんなさい。誰も何も破裂しません。そちらは涼しそうですね。さて、話を凍りつく方に戻しましょう。奇妙な感じがするかもしれませんが、宇宙空間は真空ですから、熱を伝えるものが何もなく、肌に感じる風もありません。保温ボトルをお持ちですか？外側と飲み物を入れる部分の間は真空になっています。寒い日にホットコーヒーが一瞬で凍りつく保温ボトルなんてありませんよね。宇宙空間では物体は熱放射のみによって放熱します。惑星や恒星も熱放射によって放熱していますが、大気圏があるため熱の大部分は留められています。小さな宇宙の物体となった不運な宇宙旅行者だってアイスキューブになることはありません。少なくともすぐには。宇宙を語るとき、国体温度という概念がよく用いられます。それは、ある物体が恒星から受け取る放射を完全に吸収すると仮定した場合のその物体の温度です。国体温度は軌道によって異なります。地球の軌道上では摂氏マイナス19度ほどで、これでは宇宙旅行者が凍りつくには十分ではありません。氷が固い岩盤のようになり始める温度まで下がるのは、凍結線の外側、つまり木星の軌道からです。不運な宇宙旅行者は凍ったバナナになるでしょう。それでも瞬間冷凍というわけにはいきません。助けて、息ができない。どちらにせよ、宇宙空間に生身で放り出された人に降りかかるのは温度の問題だけではありません。宇宙にはまず空気がありません。つまり、たとえ訓練を積んだ人であっても数分と持ちこたえられず酸欠による脳死が待っています。宇宙はこのように危険な場所ですが、被害を最小限にすることはできます。宇宙で命を守るには？さて、まず最大の問題は気圧がゼロなことです。何しろ宇宙には大気がないのですから、液体はすぐさま沸騰し始めます。けれども体内の血液はすぐに沸騰しません。 S の皆様、穏やかに。血液は血管内にしっかり閉じ込められているからです。他方、眼球は大変危険です。生涯常に眼球を覆っていた薄い涙の層は瞬間蒸発します。そして眼球内の液体の沸騰が始まります。また目は太陽の紫外線に対しても脆弱です。ですから全速力でまぶたを閉じてください。美しい宇宙の光景が人生で最後のものになりませんように。次の問題は肺の中の空気です。空気は外へ引っ張られるので肺胞が損傷し、呼吸器内で出血が起こる可能性もあります。ですからすぐに息を吐いてください。信じてください。良かれと思って息を止めるともっと大変なことになります。毛細血管を壊し、空気が血流に入り込むと内臓、特に心臓と脳で大量の出血が起こりかねません。
死や後遺症を意味します。眼球や肺のほか、耳も危険にさらされます。手で両耳をしっかりと塞いでください。吐き気を感じた時は我慢しないでください。嘔吐により胃腸の空気が排出されれば、胃腸の損傷が軽くて済みます。基本的には以上の4点を頭に入れていただければ、宇宙で30秒ほど持ちこたえるためには十分です。30秒もあれば宇宙船のシステムや乗務員が緊急事態の対応に当たることができるでしょう。万が一間に合わなかった場合、事態は深刻化します。その予防措置を講じることは困難です。繰り返しにはなりますが、人体の破裂はありませんけれども、気圧差により体は膨張します。もやし体型の一般人もマッチョなボディービルダーに。この夢の方法を試してみたい方、残念ですが無傷では済みません。宇宙空間では厳しい太陽放射から保護してくれるものはありません。低温環境下でも宇宙飛行士は放射線による重度や大量の放射線被曝のリスクにさらされています。血液が沸騰する段階になると血圧の降下が始まります。1分30秒経過すると血液は血管内で気体となり、心臓が停止し臨床死が訪れます。救命班が数分の間は蘇生措置を行うでしょう。蘇生措置において重要なのは、患者を基準気圧の環境に戻すことです。その際に体内出血が起きないよう細心の注意を払わなければなりません。低圧室と加圧式の早期マスクがあれば理想的です。未来の世界では宇宙旅行者の命を守る救命班の重要な装備になるかもしれません。数日間は患者の視力と聴力は著しく低下し、歩行することもできず、食べ物の味もわかりません。それでもやがて日常生活が送れるようになりますけれども、間違いなく生涯忘れることのできない経験です。宇宙空間で生き延びる方法を知ることについて。本当のところ、宇宙飛行士でもない限り何も心配することはないでしょう。ところが、スペースシティを作ったり火星に移住したりする時代はもうすぐ先に来ているかもしれません。21世紀の終わり頃にはアルゼンチンやオーストラリアに飛行機で行くように火星へ飛び立つようになっているかもしれないのです。もちろん宇宙船には宇宙服を持参されるでしょうけれども、破損により宇宙服内部の気圧が保たれなくなる恐れもあります。宇宙大国の威信をかけた宇宙船でさえ破損の可能性はあります。ソユーズ11号の悲劇はその一例です。地球の高軌道上で減圧し、ゲオルギー・ドブロボロスキー、ウラディスラフ・ボルコフ、ビクトル・パツァエフの3名のソ連宇宙人飛行士が亡くなりました。乗務員全員が亡くなったアメリカのチャレンジャー号爆発事故やコロンビア号空中分解事故も同じように痛ましいものでした。確かに旅客用の宇宙船は21世紀末未来の技術水準からしたら、たらい船同然の現在の宇宙船と比べ、技術面でも安全性の面でも格段に良くなっていることでしょう。それでも備えあれば憂いなしです。宇宙遊泳は現代のスカイダイビングのようなエクストリームスポーツとして楽しまれるかもしれません。楽しみのために1分30秒も真空にとどまる必要はありませんが、15秒から20秒ほどなら深海でのスキューバダイビングよりも安全でしょう。そして間違いなく生涯忘れられない体験です。今回はこれでおしまいです。ご視聴どうもありがとうございました。宇宙や人体について熟知し訓練を積んだ人でも、宇宙服なしで快適な宇宙船の外に出るのはやめた方が良さそうです。宇宙空間は人間にとって最も敵対的な環境で、おふざけや安全軽視は痛い目に遭います。御身お厭いくださいませ。それではまた次回まで、さようなら。